自己投用とは、自分の文書やデータ、図、表と全く同じもの、あるいは、少し改変したものを、原点の引用なしに、自分で再使用し、発表、文書化する行為である。原則的には投用とみなされ、研究構成、研究倫理違反とされる。しかし、違反としない人、機関もあり、問題点が多い。自己投用は、英語で、セルフプレジャリズムと書く。 東洋は文字通りの意味では盗む行為である。となると自分のものを自分が盗むというのは動着語法で変である。概念が成り立たない。再発表が適切な用語にも思えるが、本記事では英語のセルフプレジャリズムに対応させ自己投与を用いた。以下は断らない限り米国を中心とした英語圏の状況である。学術界では 大多数の大学教員や研究者は、通常、自分の研究成果を言い換え、焼き直し、少し新しい知見を加え、あちこちの学術誌に何度も発表し、出版する。自分のアイデアと研究成果を可能な限り広く、伝えたいからである。同じアイデアを10年以上も、再発表し、少し違う局面の検討を加え、新しく得られた本の少しの知見を加え、 新しい原著論文として発表する。コッホがひまわりの絵を7枚も描いているのと同じで、研究者も同じモチーフで何度も類似の論文を書く。米国研究構成局は過去の自分の学術出版、論文、書籍に使ったアイデア、文章、図表、結果を引用しないで自分で再発表しても研究不正の登用扱いをしない。 著者以外の人が引用しないで使用した時だけを投用としている。もちろん自己投用は問題ないという意味ではない。自己投用で何度も再発表するのはオーサーシップや研究功績の帰属に関する問題であって研究構成局としてはそれらを不正の対象外とするということである。しかし学術界では過去の自分の学術出版、論文、 書籍に使ったアイデア、文章、図表、結果を引用しないで再発表する場合、自分が書いた文書なのに、基本的には倫理違反の盗用、または二重投稿とみなされることが多い。同じ内容の学術出版、論文、書籍をそれと知らずに出版する出版社、買い読む読者、水増し業績と知らずに評価する研究費審査員や人事審査員にとっては、 損害だからである。ただ、倫理違反ではなく、許容される場合もある。程度問題である。ある程度の質と量を再発表するのは、法的にも倫理的にも許容されている。では、どの程度の質と量が許容されるのか。一部の学会、学術出版には、再発表に関する倫理規定がある。定評ある、経営学の国際誌 ジャーナルオブインターナショナルビジネススタディーズは文章を変えたり引用符で囲って示さなくても自分の先行研究やアイデアを再発表するときは必ず引用しなければならないと規定している。計算機科学分野で大きな影響力を持つ国際学会アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシー m a は登用規定の中に自己登用についても解説し 自分の先行論文を引用しないで、かなりの量の文章を一字一句あるいはほぼ一字一句を使うことを自己投用と定義するとしている。しかし、多くの学会、学術出版には自己投用に関する倫理規定を設けていない。アメリカ政治学会は1903年に設立された国際的な政治学者の学会だが、倫理規定の中で投用について次のように記述している。 7条1項東洋は他人の成果を意図的に自分のものすること。21条学位論文の一部、または全部を出版するときは以下の規則を適用する。21条1項必ずしも出典の感謝表明をする倫理義務はない。つまり、東洋の規定はあるが自分の成果を再発表する自己東洋には何も触れていない。ただ、学位論文を出版するときは 学位論文を引用する必要はないと記述しているので自己投用を違反ししていない。アメリカ行政学会のアメリカンソサイティー・フォー・パブリック・アドミニストレーションは倫理規定に投用の言葉はあるが解説もしていなければ自分の成果を再発表する自己投用には何も触れていない。カリフォルニア大学バークレー校のパメラ・サムウェルソン EN パメラ・サムウェルソン教授 2005年の学会講演カリフォルニア大学バークレー校法律情報マネージメント教授のパメラ・サムエルソン EN パメラ・サムエルソンは私的財産を専門とし盗用や自己盗用に関する法的倫理的規制の権威である彼女は1994年に自己盗用で再発表する際許容される要件は以下の通りだと述べている先行成果は 新しい文書の中の新発見の土台になっていなければならない。先行成果は新しい文書の新しい証拠や議論のために再記述されなければならない。新たな読者、聴衆は以前先行成果を伝えた読者、聴衆とは大きく異なり、同じ内容の研究結果を伝えても重複せず、また新たな読者、聴衆に伝えるためには、 同じ内容の文章別の場、雑誌で発表をしなければならない場合、最初の文章がとてもよく書けていて、次回の文章で文章を大きく変える意味がない場合、ありがとうございます。